ゲイラルド・アサモアはガーナ出身のドイツ人元サッカー選手。ポジションはフォワード・ミッドフィールダー。東西ドイツ統一後では初の黒人のドイツ代表選手。ガーナに生まれ12歳の時に両親を追ってドイツへと渡った。ドイツの地元クラブでプレーし、その後降格の浮き目にあったハノーファー96へと入団する。 ここでの活躍が認められ1999年にシャルケレイヨンへと引き抜かれた。シャルケでは優秀なフォワード陣にもまれ、主に4-4-2の右サイドでの中盤か4から3から3の右フォワードとしてプレーしていた。長年所属していたシャルケを離れ、2010年に FC、ザンクトパウリと2年契約を結んだ。しかし、チームは広角の浮き目にあったため、 契約は1年残っていたが、2011年6月に、双方の合意の下で解除。その後、7月12日には5部の VFB ヒルスの練習に参加したが、契約には至らず、半年間の無所属期間を経て、2012年1月10日、SPVGG グロイターフィルトへ移籍。ドイツ A 代表には、シャルケでの活躍を見た、ルディフェラー監督の要請に応え、 2001年のスロバキア戦で念願のデビューを飾った。2002FIFA ワールドカップ、2006FIFA ワールドカップにも控えではあるがなを連ねている。ちなみにドイツ代表デビューを果たす前に再三再死母国であるガーナ代表から代表入りの要請があったがこれを断り続けていた。ありがとうございます。